9回プライムタイムエミー賞は、テレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで、1996年6月1日から1997年5月31日までに、アメリカ合衆国で、プライムタイムに放送された、優れたテレビ番組に送られる賞である。受賞式は1997年9月13日と14日に、カリフォルニア州パサデナにある、 パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はブライアント・ガンベルが務め、アメリカでは14日の受賞式を CBS が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月7日に発表された。主要部門の最多ノミネートは ER 緊急救命室の17部門でザラディ・サンダース賞が12部門と続いた。 ER 緊急救命室の17部門はコメディドラマシリーズとしては史上2番目に多いノミネート記録だった。主要部門の最多受賞は NYPD ブルーの4部門であなたに夢中が3部門と続いた。そりゃないぜ。フレイジャーは4年連続のコメディシリーズ作品賞に輝き、10年前に同じく4年連続で受賞したヒルストリート、ブルースの記録に並んだ。また、 ビッグ4ネットワークが14の主要部門を獲得した最後の年となった。受賞者は各項目最上段に太字のものである。なお、括弧はアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライムタイムクリエイティブ、 アートエミー賞は含まない。ありがとうございます。